ミラン・トゥディッチは、セルビア・クラリエボ出身の元同国代表サッカー、選手。ポジションはディフェンダー。地元のマグのフロムを皮切りに、バネラスカ、スロガ・クラリエボ、コムグラプ・ベオグラードなどセルビアのアマチュアクラブでプレー。19歳の頃、FK チュカリチュキで、初のプロ契約を結ぶ。同クラブでスタメンを勝ち取り、80試合に、出場、5得点を記録。 同クラブでの活躍が認められ、23歳の頃、同国一部リーグセルビアスーペルリーガの名門レッドスターベオグラードに移籍。4シーズンで通算103試合に出場、計10得点を記録、同国リーグやカップなどで優勝する。2006年夏にオーストリアブンデスリーガに属するレッドブルザルツブルクへ移籍。オーストリアブンデスリーガでの優勝などに貢献したか、 UEFA チャンピオンズリーグ予選や UEFA カップ本大会での出場を果たす。2011年夏に SK シュトゥルムグラーツへ移籍。セルビア・モンテネグロ A 代表選手として 2006FIFA ワールドカップドイツ大会に出場。セルビア A 代表とモンテネグロ A 代表に分割した後はセルビア A 代表に名を連ねていた。2006年に代表を引退。本職は センターバックであるが、レッドブルザルツブルクでは時折、サイドバックとしてもプレーしている。ありがとうございます。